人のもっともっと自由空間、イエーイ。はい、今週も始まりました、毎週水曜日9時から10時ユーストリーム系生放送で、全世界配信となっておりますこちらの番組、本日もメイン MC を務めますまみんこと相澤まゆみです。よろしくお願いします。はい、そして、はい、アシスタントの内山かおるです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今ちょっと軽くくさみんって聞こえたんですけど、何も聞こえなかったことにしたいと思いますけれども、はい、ではではですね、本日はですね、私の同じ事務所の子たちがですね、ワイワイワイと来てくださいましたので、では皆様軽く自己紹介をですねしていただきたいと思います。ゲスト一人目は、はい、くつきえりかです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、かわいい方来たね。それから二人目は、はい、はい、よろしくお願いします。今日のメンバーでお送りしたいと思います。いたんですか？さっき遅刻してきたから分かんなかった。しずく姉さんのポジションなんだけど、一応アイドル、アイドル、アイドルだったの？え、ちょっと、はい、じゃあ、あれ、ちょっとほら、ゆりちゃんが自己紹介したんだったら画面真っ暗になったけど、じゃあ、とりあえず自己紹介してみますね。はい、すごい、青春系、自称青春系アイドルの山崎ゆりです。よろしくお願いします。なんか自分で自称つっちゃったけどね。はい、そこら辺は突っ込まないことにしよう。いや、待ってました、カオル姫かわいいです。で、皆さんこんにちは。アンパンもいいや。はい、早速遅刻かとか言って、神降臨で画面が固まったとか言って、ゆりちゃんしっかりとね、すっごい青春系 OK ですって来てます。はい、ということで、ではではですね、以上のね、このメンバーでお送りしたいと思いますけれども、こちらの番組はですね、双方向型番組となっておりまして、双方向型ってなんだっけ、カオルちゃん。見ている方とやり取りをしながら番組を、進めていく感じの番組です。そういうことですね。ですので、本日もですね、皆さんと一緒に盛り上げたいと思います。ではでは、チャットの皆さんの紹介いきますよ。はい、アンパンスキーヤンネオさんです。こんばんは。こんばんは。それから CSA、サティさんかな。はい、こんばんは。はい、それからエビタマさん、ハッピーラッキーさん、こんばんは。はい、それから、J79IH さんですかね。はい、はい、こんばんは。はい、それからマサマサさん、マサヒロックスさん、シンデさん、こんばんは。こんばんは。はい、それからトーミンさん、ベジータさん、お、ベジータさん来てくれた。ワイワイさん、こんばんは。はい、それからそれから OK かな、みんな OK ですか。はい、他にもですね、お、たくさんの方見てくださってますので、ぜひぜひチャットの方にも参加していただきたいと思います。今俺の名前いかんだろうとか言って、あ、ひろひこさん、ひろひこさん、ひろひこさんがなんかね、 J79IHI17 とかいうわけわかんないのになってるから、とりあえずひろひこさんでいいよね。アンコロのチャット系ってこっちいいんだから、今日はちゃんと仕切れやな MC とか言って、よろしくね。はい、この雰囲気久々やなって言ってますけれどもね、まあ、このメンバーでね、ワイワイやってみたいと思います。はい、よろしいでしょうか。あれ、そういえばカオルちゃん、お帰りなさい。はい、ただいま。はい、よかったね、みんな今日はカオルちゃんね、はい、1日というか1時間だった。ずっといられますからね。はい、はい、この間はどこ行ってきたんでしたっけ。撮影で木更津の方に。そう、木更津ね。はい、我が地元にようこそって感じですけれども。あ、そっか、木更津ですね。はい、ね、木更津にね、こう行ってきたということで、ロケどうでした。あ、もうスタジオがすごくて、すごいでかいんですよ。一、うん、つの街をなんかスタジオにした感じで。街をスタジオに。はい、そうです。すごいね。プールとか、うんうん、あと映画とかでも使われてるなんか時代劇っぽい、こう日本の街並みが再現されてるところとか、学校とか、うんうんうん、なんかいろいろ入ったスタジオを全部借りて。おお。じゃあそこで大掛かりな撮影をボン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 と、でもブログ見ました。はい、そう、なんかいろいろ楽しそうな場面がね、はい、多かったの。あのね、ちょうどカオルちゃんが DVD の撮影もしてたじゃない、この間。はい、で、その時の衣装が私のこの間のなんかグラビアの撮影の衣装とダダかぶりだとか言って、同じなんか衣装なのにこんなに違うのかみたいなことを私のコメントに書いてあった。そうなの。それでね、ちょっとね、思い出したんだけどね。はい、かおるちゃんおかえりとか言って、映画村みたいなんやねとか、やっぱりかおるちゃんがいないとねって。まゆみん、今日もシクかわいいですね。マグロのコースの方がかわいいけど。マグロ続くの、ね、2週連続なの。みんなにお土産があります。はい、ありがとうございます。
なにお土産を買ってきてくれました、はい、ということで、それ何ですか？木更津に行く途中で、うんうんうん、海ほたるのパーキングエリアってところに通ったから寄ったんですけど、そこで売ってる、クッキーです。いいですね、ちょっと見せてもらっていいですか？はい、あ、これね、どうぞ。なんだろう、ありがとうございます。あ、クリームクッキーって書いてありますね、はい、美味しそう。え、ダブルクリーム、ね、はい、クッキーの中にもう、ダブルやで、ダブル入ってる。はい、ひっくり返したら、マイミンの M です。持ってたお土産だ、バイバイとか言ってね。はい、海ほたる高いんだよねとか言って、今日も可愛い子ばかりで、かっこ1名様スカウターまた売り切れてるぞとか言って、そこかいってひっくり返すなとか言って、お土産くださいって言ってますけど、あ、そうそうそう、はいはい、よかったらお土産ね、食べてくださいね。はい、どうぞそうそうそうね、現場からね、今日見てくださってる方もね、はい、いらっしゃってますけど、ね、ということで、もう食べる気満々だな、お前食ってんのかよはい、やっぱりなんかね、この子いつも食ってんですよ、なんか気づいて食って、もう食ってるよバッチシ、後ろの方、マイミンにそっくりだねとか言って、え、どれどれ、え、ちょっとやめてよ、マイミンにそっくりだの、どれ、サキちゃんのことですね。はい、そうだよね、それしかいない、こっち寄りだと思う。え、何言ってんのはい、ユーリン空気満々って言ってますけれどもね、ではではこちらの方がですね、今あれ、まあ、あれかな、後でね、ゆっくりいただきたいと思いますのでね、ユーリンすげーみたいなことを書いてありますけどね、はい、よう回ってましたーってね、あこんばんは、ウキウキキュンキュンエビ魂ですとか言ってちょっとちょっと、かわいい、かわいいですね、カオル姫かわいいですって来てますけども、いいね、チャット読ませるって言ってる、ゆりちゃん、ゆりちゃんもここでチャット読ませるかね、お腹空いてるんやなとか言って言ってますけれどもね、はい、ではではですね、じゃあせっかくなんでゲストさん紹介コーナーに行きましょうか。はい、ゲストさん紹介コーナー、はい、ということでですね、本日はね、ゲストさんもたくさん来てくれましたのでね、どんどんみんなのね、話を聞いてみたいと思います。でもまずですね、一番ね、本当の聖人さんでございますよ、もう一度自己紹介お願いしますと、くつきえりかです、タレントやってます、はい、普段はモデルとかダンサーの活動が多いです。よろしくお願いします。なんか、ね、私の中で、なんかゆうこりんに似てないですか？確かに雰囲気似てるかもしれないね、え、ちょっとでもね、美人さん、さすがモデルさんもやってるしね、ダンサーもやってるんだよね、はい、ダンスも踊れるんだよね、はい、どんな感じのダンスだっけ？今は夏やってたのはガールズやってました、うん、ガールズヒップ。そうなんだ、はい、ちょっと皆さんすごくないですかねえ、キョコタは実家に帰ったんですかとか言ってなんか後で来るらしいですよはい、どなんやろうとか言ってね、はい、さきちゃんデコ出しかわいいとか言って、お笑いコンビいいねって誰のことだろうね、踊りますかとか言ってますけどね、えりちゃんをここで踊らせる気ですか、あんたちょっと狭いでしょ、ダンスとかかっこいいわって言ってますけれどもね、はい、そんなえりちゃんの最近の活動はどんなのをやってるんですか？最近は撮影会とか、はい、うん、撮影会とかしたりしてて、おモデルさんですからね、次に、うん、はい、あるイベントなんですけど、じゃあちょっと告知の方お願いします。はい、はい、見えます、はい、ミッティ、はい、オフィシャルアイドルイベントというのに出させていただきます。あれ、8月27日じゃないですか、はい、この週の土曜日、はい、あらまあ、私の総選挙の人一緒やねはい、ということで、え、はい、これ場所はどこなんですか？麻布十番の VS スタジオ。 VS スタジオ、 VS スタジオ、 VS スタジオだったりか懐かしの VS スタジオでやるんですね、はい、あ、そうなんですか、あ、10時から7時のこの撮影をちょっとやるみたいなので、皆さんぜひぜひですね、はい、VS スタジオの場所はもうご存知だと思いますのでね、散々行っていただきましたからねはい、ぜひぜひね、こちらの方にも行ってみてくださいね。よろしくお願いします。なんですか、マイミンの腹毛とか言って腹毛関係ってならダンスの話ねなんでさ、なんでさ、ちょっとさ、エリちゃんが踊るとさ、かっこいいねとかダンスいいねで、私だと腹毛なの？おかしくね、この違い何それ見たいって見たいじゃねえよ。マイミンとユーリちゃんを跳ねのければ踊れるよとか言ってここいらない枠にされてるはねのけますかとか、はねのけますかじゃねえよちょ、ひろひこさんがはねのけますかとか言ってますよユーリちゃんもだよあの強制的に生かされたところですかとか言ってそうそうそう、私に強制的に生かされたところですよおっさんのイメージ
が抜けきれないねマリミンとか言って乗ってみたとか言ってますけれどもね。紹介なんですけど、一応ブログの方に、はい、はいはい、エリちゃんのブログのタイトルが、はい、くつきエリカ公式ブログということでね、あの私のとこからも飛びますよということで、私私私私おお君もやったのえ、そういうキャラでいいのいいんだよ、無理しなくて。びっくりした、かおりちゃんもやるかと思っちゃったよでもかおりちゃんはね、さすが青春派でやらなかったですけどねイエーイとか言ってえーって言ってますけどねはい、ということでね、くつき、くつきじゃなくてくつきなんだよね、はい、くつきえりかちゃんの公式ブログにね、あのえりちゃんのね、プライベートの話とかね、はい、はい、いろんなことが書いてありますから、皆さん要チェックやでっつってね、いらしてください、はい、イエーイエーイって言ってますね。さきちゃん腕を上げたなとか言ってクイズどんとこいとか言ってどんだけ先にクイズ来たいんだお前は、マイミン広告ブログとか言って何え、9月人形と関係があるの9月じゃない9月じゃないから9月ね、はい、さきちゃん頑張れとか言って、あ、ここであきらつさんが来てくださってます、こんばんは、はい、どんとこい頂上現象とか言って、顔が命かとか言って、くさみんとか何の話してんのもうなんか何の話してるか分かんなくなってるんだけど、マイミンの言葉に怪我されて呆れてるかおるちゃんとか言って怪我したかな私はい、ということでそんな感じで、はい、じゃあですね、ぜひぜひこちらのね、あ、ちょ逆やった、はい、でもそのミスティってさ、すごいさ撮影会だよね、みんなね、これね、ここに出演するなんてエリ様すごいじゃないですかね、初めてこの VA スタジオでね、10時からこれ予約とかもあるんですか、ここのサイトとかで書いてあるの、あ、このサイトでね、あの予約できるそうなので、はい、ぜひぜひね、皆様ね、くつきえりか様して9月じゃないですよ、ね、はい、ぜひぜひね、予約していただきたいと思いますけれども、はい、マグロとか、マグロじゃねえかなセクシーケッピチピチなマイミイコールマグロって、ピチピチってそっち今日跳ねないよ、言っとくけど跳ねる準備してきてないからねくつきえりかって来てますけど、くつきえりかってなんか可愛いね、くつきえりかって可愛いマイミンにつけはできますかなんなんその無理やり、はい、キューベーとか言って、キューベーじゃねえからね、銀玉いいから今日銀玉の日じゃないよはい、ということでね、ではでは何マグロも泳ぐとか言ってマグロ引っ張るね、なんかね、あれなんですよ、この間からね、あのマグロみんなでほらね、マグロトークで盛り上がったじゃん、そしたらね、ブログのね、あのコメントにもね、マグミン、マグミン、マグミン様とか書いてくるね、マグミン様って全然尊敬してないけどみたいな、様つけてるけどねみたいな、結局はマグロだからねみたいな、すごい気になってたんだけどね、はい、え、毎日が銀玉ねでしょとか、まあね、1日1銀玉だけどね、最近ちょっと洗脳されて1日1コナンになり始めてるんですよ、あ1コナンを見ないとね、福岡さんの布教がね、そうそうそう、布教活動にちょっと洗脳されて、毎日なんかあの、工藤新一君の顔を見ないと気がするなかなか見れねえわっつってね、はい、ということなんですけれども、融合しちゃえばいいじゃんそこで銀玉とコナン、銀玉とコナン夢のコラボみたいな、うん、でもさジャンプとサンデーだからそこはちょっと難しいかもしれない、何の話だよそんな引っ張るもうカオルちゃんのこの苦笑いどうしてくれねもう私はついていけませんって感じだったよ違いますあの苦笑い担当ってどんなアシスタントだよもう苦笑い前提で話進んでるからね、はい、よく知ってるなとか言って、今日 CS で銀玉やってたよ、カオルちゃん関わらない方がいいよとか言ってもう完全なんかね共感性作れみたいになってますけどね、はい、ここでこうですよねここあれじゃここでこうでしょ。ここでこうだと思います。ここ？あ、こっちは入れないんだ。優しいな。まあ、一応ゲストだからね。まあ、一応ゲストだった。かおりちゃん日焼けです。日焼けデコスラッシュって書いてある。日焼けデコスラッシュって書いてあるんですけど。デコスラッシュ。スラッシュの部分どこが？これここ。ここ。でもカオルちゃんの今日のこの感じちょっとかっこよくないですか、うん、なんかテニス部っぽいよね、このままラケット持ってちょっと打ってほしい感じだけど前見よまたしかよここかよカオルちゃん上げてきましたねはい、カオルちゃん頑張れそのままでいいよとか言って見せてとか言ってジャニプリクルッとして
ねとか言って、あ、ヨネクス大好きですって。じゃあカオルちゃんクルッとしてたんで、ちょっと立ってクルッとしてあげてください。はい、カオルちゃんクルッとタイムです、どうぞ。はい、音楽流してください。あ、流れなかった。ユーリだとなんかこういうの流しそうだからね。はい、ありがとうございます。はい、みんなのね、楽しいクルットタイムでしたね。はい、マイミンボールそっくりだねってどういう意味。マイミンボールにそっくりだねか。ボールにそっくりってどういう意味だよ、お前。必殺アイザーサーブとか、ヨネスキは好きでもないとか。今度マイミンにヨネックスの服プレゼントします。いきなりどうしたんだよ。ヨネックス着てほしいんですか。はい、ということでね、私はあのスコートじゃなく履かないですよとか言って、知ってる、いつからかさ、スコートがさ、パンツになったの。何ですか、スコートって。そう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 、うん、なんか昔はですね、エースを狙えっていうね、素晴らしい番組がありましてね、テニスのアニメのね。で、そのそれにちなんで、もうなんかひらひらの短いテニスのこうなんかやる子はみんなスカート履いてました。で、それで、はいとかやってたんですね。それが今、みんなパンチラ嫌じゃない、だからズボンになっちゃったでしょ。そう、だからね、そのひらひらね、スカートのね、親父の楽しみがね、なくなっちゃったんですよね。ならではの意見ですからね、今ね。ほら、書いてあるよ、ここはスコートは男の夢っつってね、注文が多いな、了解ですとか言って、はい、言ってますけれどもね。はい、そんなエリちゃんのね、そんなエリちゃんじゃねえわ。そんなって言ったけどね。でもさ、エリちゃんやっぱモデルさんだけあって服装おしゃれ。ちょっとエリちゃんもくるっとしてもらっていいですか、はい、ちょっと見てくださいよ、この素敵な衣装じゃねえや、私服をね。はい、ちょっとくるっとお願いします。こんな感じで、かわいいね。ちょっとこれがザ女の子ですよ。ありがとうございますね、美しい。笑いすぎじゃねえ。マイミンはおっさん側とか言って、一番悲しんでるのマイミン。え、あ、まだ紹介目一人だったよとか、したか、まだ一人目だった。上着薄くねとか言ってね、ちょっとね、このちょっと透けてる感がね、セクシーなんですよ、うん、はい、なんですよ、はい、なんですよ、 OK。 はい、ユーリンもクルクルしてって言ってますけども、はい、ではですね、続きまして、では、はい、じゃあさきちゃんの紹介いきたいと思います。はい、じゃあ、ね、自己紹介からお願いします。はい、しています。はい、今度実は映画が2本撮影が決まりまして。お、映画2本すごい、おめでとうございます。どんな映画ですか。まだ内容はまだやりない。あ、そうなのね、シークレットなのね、はい、はいはい、はい、2作品、もう1つが、うんうん、なんか来年の夏に公開。おお、あとはもう一つが、はい、まだ公開が分かんないんですけど、まだ公開がね、ちょっと分かんないみたいですけど、その撮影が決まったっ。おお、すごい、映画おめでとうって来てます。すごいですね。はい、新橋以来だね、久しぶりって来てますけど、声張ってって来てますけどもね。はい、じゃあさきちゃんもクルッとタイムスタートって言ってます。じゃあさきちゃんもね、ちょっとクルッとしてもらいましょうか。見えるかな、クルッと。はい、じゃあさきちゃんちょっと立ってね、クルッとしていただきたいと思います。さきちゃんも今日かわいいですよ、このふわっとした感じがね、女子って感じですけれども。はい、エリちゃんありがとう。はい、じゃあクルッとしてください、クルッとタイム。はい、あ、背中セクシーだな、思い興奮してしまいましたけれども、はい、おめでとう、さきちゃんって友達に似てるって、ありがとうございます。え、なに、ユーリンが友達に似てる。それどうでもよくね。お友達ですか、私は。新橋楽しかったですねとか言って、かわいいって来てますけれどもね。そんなさきちゃん、なんか今すごいのに参加してるって聞いたんですけれども、ね、なんか48人のA、ね、まさか A なったら A じゃなくて、はい、こちら JKG48 はい、今参加して、おー、さきちゃんも総選挙出てるよということで、はい、JKG って何ですか。おお、なんかいかついてきたよ。何、え、何、さきちゃんもこれやるんですか。いや、これの、はい、ラウンドガールをこの間、はい、なるほどね、4月21日にやってきたんですけど、はい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 、はい、ラウンドガールだって。そうです、それのそのイメージガール。おー、イメージガールがね、48人もいるんですか。はい、メンバーも総選挙、
総選挙ねということで、さっきね、はい、ちょろっと見せてもらったんですけれども、この JKG48 っていうのはですね、あれなんですって皆さん、48人すごい女の子たちがねみんなエントリーして、でその女の子たちが選挙でね上位の人たち48人がだと思うんですけど、48人がそのラウンドガールとしてなんかアイドル活動とかもそれからねしていくみたいなんで、ね、ぜひぜひさきちゃんにですね清き一票をということでですねお願いしたいと思います。まだ夫の、ね、投票が始まってないんですけど、そうなのね、うん、また決まり次第ブログの方で、はい、告知してきますので、はい、ぜひぜひそちらの方もお願いします。総選挙っ って賛成するじゃないのか、でリングいっぱいのイメージガールとか言ってる。確かに48人全員リングに乗ったら大変なことになるわな。応援してるよとか JKG48 とか言って、マミーはラウンドガールしたら選手に殴られるとか言って、48になくていいから厳選の10でいいとか言って、サキちゃんに殴られたいってどんな感想だよ。、はい、JKG が1000人にはならないですかとか言って、1000人はならないだろうな、大乱闘1とか言って、いや選手を殴る私の話。まあね、みんながそんなに言ってるんだったら私も JKG48 に入りますか。私の場合ね、なんかGTJ とかになる。ブーイングがすごくなかった今ちょっと。今すごかったですね。おかしいよねなんかね。キョコタンに殴られたいとか言って。おいサム。はい、おーとか言って、多分落ちるってアンパン。戦う内民とか言って言ってますけどもね、落ちるとかそういうことはね言っちゃいけないですね。受験生いたらね大変なことになりますからね。アンパン好きじゃねえよさん。そういえば先生でしたよね。前面って。え？何？そういえば先生でしたよね。そういえば先生。そういえば先生だったわ。私も今思い出したわ。はい、マイミーを殴りたいとか言って。マイミーは頭がクルッとしてきたとか言って。何 ？BBA48 って何？BBA って何？はい。ババア。ババア48。そしたら私あと47人集めなきゃいけないけど。大丈夫？すいません、じゃあピチピチしますとか言って。そういえばマグロじゃなくて先生だった。そうだよ。マグロじゃなくて先生だよ。でもあると思います。マグロミン48これさ、マグロの前に48人って大丈夫みんな、ね、ついてこれる。ザクザクインだけじゃなくこっちも投票するかなとか言って。もうあれじゃん、何その出るみたいになってるけどね。はい、何でも出るんだな。はい、マグロが48、マグロが48、私いらないじゃん。49人目に前に入る。よくわかんないですよね。あ、そのね、それちょっと見せてもらっていいですか。はい、はいはい、ということで皆さんちょっとじゃあアップで JKG48 ですね、業界初の新世代ガールズユニット育成プロジェクトということでですね、はい、公開オーディションをね後楽園ホールで開催なのかな、それを8月21日にやります。あ、8月の21日に先週の日曜日にやってきたわけですね。はい、はい、ネット投票がこれから始まる。なるほどね、なるほどね。ということで、まあ、詳細の方はですね、水宮咲ちゃんのね、ブログの方からもチェックできますので、咲ちゃんのブログなんてタイトルだっけ。咲スタイルです。はい、ということで、咲スタイルの方もですね、検索していただきたいと思います。いいでしょうか。はい、よく見るとマイミンとっても可愛いし話もうまいねって。もうよく見るとってなんか、これ初めての方ですか。養殖はダメですかとか、マグロの部位はどこが好きですかって、それ本当聞きたい。サキちゃんにそれ聞きたい。思わず声ひっくり返っちゃったよ。すいません、 MGR って何ですか。MGR48 って書いてあるんですけど、MGR の意味がよくわかんないですけど、マグロレディ48。マグロ3夜連続とか言って、ミスト・オスポの敵取ってほしいとか言って。本当だよねえ、ミスト・オスポのね、ちょっと敵だからさ、総選挙さ頑張ろう。あの AZ の総選挙後で告知するけどさ、マグロだろ、マグロ48とか言って。ほら、でもザクザもあるからな、そっちの方もね、よろしく。はい、ということで、なんかマグロって書いてきたんだけど、マグロ48のことみたいよ、MGR って。やっぱり、そうみたい、そうみたい。まあ、だから協力してたらしいって。さきちゃんに清き一票ってベジータさんが言ってくれてますけれどもね、ベジータさん味方にしたら強いですよ、そりゃもうね。世界もね、揺るがすよ。本当、アイラブマグロって、だからどうでもいいわ、マグロは。で、これはマイミンが好きって意味ですよ。そうなの？私もうマグロなの。私の代名詞マグロ。っていうか、メガネ似合うな。ごめんね、元
早く突っ込まなくてずっと似合ってましたえ、でもなんか、はい、何ですかなんか、うん、もうコナンっぽくないですか。コナンっぽい、そうそう、コナンメガネともね言われてるんですよ、うちでは。はい、あのキョコタンがつけるとコナンメガネって言われてるんだよね。バチマグロはかとか言って、メガネかわいいって、マイミーはマグロちゃうと思うけどって。お、ひろひこさんがナイスフォロー。かおるちゃんは、TUNA48 でって、なんだろう、マイミーもメガネつけてるとか言って、マイミーの釜の部分が好きって釜の部分ってお前、マグロのもっともっとかゆく感じシーチキンとか言って、だから何の話シーチキンどっから出てくるんですか。なるほどね、はい、ね、ツナ48ってだからさ、なんでさ、みんなマグロと48だけ引っ張ろうとするのだからさ、GJ なんとかだったし、もう忘れちゃってたん、JKG だよ、全然違うじゃんよJKG48 ですよ、もうで JKG48 のセンター張ってもらいましょう、さきちゃんにね、はい、総選挙ナンバーワンになっていただきましょう、頑張ってね、頑張って、はい、ということで、ちょっとみんな30分経ったんだけど、まだ2人しか行ってないから大変大変、まあでも今日はゲスト2人だからいっか、おい、ゲスト2人だもんね、ちょっといる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 すげえドヤ顔あったねはい、マグロ納豆でいいかなとか、さあクイズ行こうかとか言って、ユリはとか言って、あのゲストのね、ヒロリンが言ってますので、じゃヒロリンに免じて話させてあげようかはい、じゃあユリちゃん自己紹介からお願いします。はい、すっごいすっごい、受賞ドヤ顔が立ったって言ってるなんでなんか嘘ばっかつくんだもん、嘘つき嫌いだもん先生本当のことお願いします。はい、はい、はい、ドヤ顔で頑張っているチャッターとかやってる山崎ゆりです。はい、よろしくお願いします。ほら、ゆーりん、ゆーりん、ゆーりんって来てるよ。はい、ね、ちょっとブラチラがセクシーやなーって来てますけども、これブラなの？これ、はい、自称さんはい、見せブラなのね。はい、カモンドヤ顔って来てますけどはい、マミンだってよく嘘つくだろうとか言って、え、なんだろう、私、あ、親父のふりしてるところとかですか。ね、ほんとすいません、何ですか違うんですよね、すごいよ、今の反感が一戦じゃべらせてこらへんはい、ユーニーこんばんはとか言って、あ、ここでホタテさん来てくれてます、こんばんは、こんばんは、はい、ブラつけてたんだとか言って、つけるよ女だよ、一応はい、また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 とか言ってね、はい、言ってますけどもね、マイミンが二十歳とかとか言って、うるせえわ、もうこいつうるさいからほっとこう。ユーリンのクルリンは、あ、ユーリンのクルリンが欲しいって、立ってくるが欲しいんだって、うん、じゃあ一応立ってくるって知ってみようか。はい、3、2、1、はい。おじいちゃんモードでお願いします。はい、3、2、1、はい、OK です。ありがとうございます。ユーリーは何でもやってくれるから面白いな、はい、今日は美女揃いですねって来てるね。グラビアポーズお願いしますって来てるけど、ね、横にクルリンじゃなくて縦にクルリンしようとか言って激しいだろそれはこうだよはい、こんばんみゃーって、おまるぼいさん来てくれました、こんばんみゃー、はーい、ね、クルリン、クルリン、クルリンって来てますけどね、はい、クルリンユーリンのね、縦回転が見たい、バク転基本でいいよ、あれあ、びっくりした、やるのかと思ったはい、おーとか言ってますけどもね、びっくりしましたよ、ユーリンバク転やるのかと思っちゃいましたよ、はい、これ映れます？大丈夫ですか？ブリッジまで3、2、1、はい、ブリッジ、はい、ありがとうございます生放送だなおーとか言って言ってますけれども、横回転でもいいですとか、別にそこまでしなくてもいいのにとか言って出会えばブリッジだったとか言って、そのブリッジじゃねえよねえねえ、なんでブリッジしてるのとか言って、そ
それで階段降りてほしいですとか言ってユリすごいって言ってますけども、はい、パチパチ来てますよねえ、はい、体が柔らかって言ってね。ただね、やっぱね、絶対このコメント来ると思った、エクソシスト地味にすげーって来てますけどね、地味にすげーユリ、なんか告知があればどうぞ。なんかえ雑ね、でも一生懸命ね頑張ってね、今告知めくってんでね、ユーリン何気にね身体能力高いからねって言ってますけど、そうなのよ、ユーリンね何気ねあれなんですよ、運動ねできるんですよ。何気って、サッカーも得意だしね、そうそう、体柔らかいしね、優秀なんですよね、はい、ユーリン。そんなユーリンが、はい、元リフティングは200回できたユーリンは、はい、ブログやってます、こ、はい、ういう感じです、こういう感じです、はい、読めや噛むから、噛むから、はい、グリートアメブロでね、はい、山崎ゆりの、あ、ごめん、私で見えない、はい、はい、ということでね、はい、そしてもう一個は、はい、告知やります。何ですか。はい、私ちょっとあの、あ、よく言えばイメージガール的なことをやっておりまして、おー、すごいじゃないですか、はい、生式典という、これお葬式屋さんなんですけどはい、のイメージガールをやってらっしゃるということで、イメージガールって言うのか、まあ、神奈川式典さんのイメージガールをやられてるユーリンちゃんということなので、はい、はい、お値段にね、あのご相談しまして、いろんなプラン用意しておりますので、神奈川式典よろしくお願いいたします。はい、ということでお願いします。あの、今日のブログ見ました。なんか、あのモデルさんみたいでしたね。あ、本当ですか。うん、なんかね、珍しくね、綺麗でした。いやいや、珍しくって、はい、正解モデルやってます。どうだっけ、やってました。なんかやってるそうですよ、うん、葬式のイメージがあるってどんな顔すればいいんだとか言って、はい、神奈川のバク転ガールとか言って、マイミーはいじめガールってどんなガールだよお前え、テイカモデルじゃねとか言って、ホラー顔とか言ってゆりちゃん、眠さは大丈夫ですかとか言って言ってますけどね。全然寝てないけどバッチリだよ。あ、そうなの、寝てないの今日、ね、なに、夜更かししてブリッジしてたのどんな顔、どんな顔夜更かしブリッジしてたのうちのおばあちゃん、そろそろなんですけど、ゆりちゃんの力で安くお願いしますちょっとしんさん木の女嫌いじゃないよとか言って言ってますけど、木じゃない、木してない、普通にスーツ着てますごめんなさい。そうだって、はい、ちょっと期待外れでしたねとか言って違うよって、すげえ外れ上げられてるあ、でもね、ブログ見てください、本当ね、あの綺麗でした。あ、すごいなって思いましたよ、ね、珍しくね、褒めてます。怖い怖い怖い、はい、手と手を合わせて幸せなむ、うちのお父さんもぼちぼちなんですかって、だからそういう話、今日の衣装もくもくとか言ってごめん、変な話題振っちゃった、ごめん、私なんかすいません、あの喪服だったらここキラキラしてちゃダメでしょこれね、これアウトでしょ、もう完全ね、胸強調してますからねスタイルいいんですからはい、ね、ゆりちゃんスタイルいいんですよ。はい、あの URL まで貼ってつけてくれたけどね、はい、黒い未亡人とか言ってね言ってますけど、派手な毛布っておいおいおいということで、ね、その他にも告知何かありますか。ちょっと、はい、東京ドッカン金曜日、はい、金曜日ですね、今週の金曜日は佐藤樹玲ちゃん、はい、桜木雫ちゃん、山崎優里ちゃん、はい、そして早乙女ゆうきちゃんなどいろいろゆきちゃんも、ね、メンバーが配信しておりますので、はい、見てください、はいはい、ということでね、ぜひぜひね、ジュリアちゃん含めて、それがあれだ、なんだかんだね、ドッカンガールズがね、いっぱいね、こういますけれどもね、キラ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 ナチュラルって何それ金曜日とか言ってますけどね、そうそう、トミーさんのね、楽しみなジュリアちゃんいますからね、ぜひぜひ見てください。ドッカンって面白いのって、あ、アンパンが言うなよアンパンが言うのか、ドッカンって面白いですよね。あのゆりちゃんたちがですね、今週出まして、来週はですね、私たちが、はい、出ますのでね、ね、キョコタン、はい、ということなんでね、ぜひぜひね、はい、頑張りたいと思います。パチパチゆりんとか言って、ドッカン工事って、ドッカン工事ってね、ドッカン違いだわしかもそれドカンじゃね全然知らんから聞いてみたとか言ってますけれども、すいません、あのクイズやんないで終わっちゃうんですけど、さすがにクイズやっていいですか。ちょっと今日3問ぐらいしかできないと思うんで、飛ばしていきますよ、いいですか皆さん。はい、自由で自由な自由空間クイズ、あのクイズやんないとこのクイズ番組じゃなくなっちゃうんで、クイズやりますよ、はい、では行きたいと思います。まず私から第1問いきます、せーの、ででん、はい、ですね、
自由空間高田の馬場店では、なんと皆様の大好きな有田家の夢をかき集めたワンピースがですね、ワンピース の、 あのサウザンドサニー号、それからゴーイングメリー号が手に入ってしまうんです。なのでですね、そちらの模型とか、ね、あの模型かが3800円で、ね、購入できちゃうんですけれども、なんとそちらを購入していただくとパックが1時間無料でパックしていますということなので、自由空間にも遊びに来れてね、ゴーイングメリー号もゲットできちゃうというですね、素晴らしいコントとなっておりますので、皆様ですね、ぜひぜひ高田馬場の自由空間に来てこちらの方をゲットしていただきたいと思います。最近自由空間さ、限定商品多いよね、うん、この間もさ、あのゲームとコラボしてね、なんかゲームの予約販売を今やってるんだけど、そういうのもね、できたりしますからね。おーっつってますね。なんだか今日は楽しい放送ですね、初めから見たかったなとか、それで後悔に出れますかとか言ってね、お前の気持ち次第だよとか言ってねはい、ということでですね、そんな感じなんですけれどもはい、おっしゃーとか言ってクイズいいんじゃねとか言って、このままトークでいいんじゃねみたいになってますけど、マイミンかっけーとか言ってはい、ということなんですけれども、では皆さんに問題です。さっきさ、あんだけ問題考えてたじゃん、うん、なのにさ、今さ、ここでさ、話盛り上がりすぎて問題忘れちゃった私何やとしたんだっけ。ワンピースといえばワンピースといえばなんだっけ、あ、マイミンさんがワンピース聞いて何を思い、うん、あ、そう、それにしよっか。はい、じゃあじゃあですね、私がワンピースと聞いて思い浮かぶものは何でしょうはい、回答タイムスタートです。話してたからねそう問題を当てる問題とかありがちとか言ってMC 失格かくマイミンブルーを目指して後悔に出るからとか、チョッパー難問すぎるとか言って、キュンスパークお洋服とか言って、ナイスアシスタントって来てますけれども、ではでは皆さんね、私がワンピースからね、連想するものは何かなというのを考えていただきたいと思います。はい、よろしいでしょうか、ね、何だと思いますか。そう、ワンピースですね、皆さん、ワンピースですよ。はい、お、結構答えてくれてますけども、チョコミンね、まあ、あのみんなはね、そこら辺を答えてくるかなとは思ってましたけれどもね、それじゃないよーっつってねはい、そこではないんですね。はい、みんなね、なんて答えてくれてるかなとか言ってね、海軍大きな海蛇、ピースサインとか言って、宴、大好物の美女とか言って、ルフィ、フック、トマトのかけら、トマトのかけら、想像しねえわ。はい、目覚まし時計、ペットボトル、キャミソール、お宝、マグロの一本釣り、マグロの切り身、マグロだってお前、マグロ続きかい。コピーとか、ツーピース、稲川淳二、おかま、梅酒、タバコ、だからさ、親父のイメージか、マグロのイメージしかないんだけど、可愛い回答ないの一応、女の子だよ。はい、えって顔されたんだけど、今、さきちゃんにえって顔されてる、女の子だよって振り見たら、えっ女の子だよね、さきちゃん、私、女の子だよね。はい、餃子とハイボール、ドヤ顔、モフ、モフこいつシンパシー、コナンとか言ってシンパシーとか言って、シンパシーって何、マグロじゃないならカツオとか言って、ちょっと女の子だったのとか言って、読んでて勘違いしてたとか、キョコタンとか言ってきてたけど、ユーリン、ヤッホーとか言って何なのこの自由な感じ、自由すぎる。はい、じゃあそろそろ締め切りたいと思います、はい、いきますよ、せーの、3、2、1、はい、終了ということで、ではでは正解の方いきたいと思います。なんで笑うの正解でしょ、正解、私の頭の中をね、読んだ人がいたかっていう答え合わせですよ。まあ、いないと思うけど正解というか答え、私がね、ワンピースと言って思い浮かぶのはですね、私ちっちゃい頃から英才教育をしておりましたので、パズルがすごく好きだったんですけれども、あのパズルのね、ピース、ワンピースがね、思い浮かびます。ということで正解はパズルのピースでした。さすがおさーい今ね、頑張ってね、こういう時にカオルちゃんがね、なんか答えてくれないと、あの普通の分かんない人だとこうなるんですよこれが一般人の正しい反応なんですね。で、これがあの散々私のアシスタントを務めてくれて頑張ってくれてるカオルちゃんなんです一応説明しときますね、はい、あ、そっちかーとか言って、とか言って、やっぱ何、やっぱ書こう、やば、書こうとしちゃったって、書こうとしてたんですか、さすが
もお前の頭の中は何なのとか言って言ってますけれどもね、どうしてもね、このパズルの、ね、ピースがね、あとワンピース足りなくて、なんか全部完成しなくて、イライラする感じわかる？はい、ということで、ね、みんながそう、あるけど、いや、あるでしょ、残りのワンピース大事でしょ、すげえ大変だよね。そうですね、はい、あ、気づいたら、キョコタンに殴られたいってところに戻ってた。はい、ではですね、みんなの、ね、回答をもう一回読んでみたいと思いますので、みんな面白いのがあったら言ってね。はい、海軍大きな海、ピースサイン宴、大好物の美女、トーミーさん、大好物の美女と書いてくれたトーミーさんに200ポイント。はい、美女は大好物ですからね。はい、それから、稲川淳二、キュースパーク、お洋服、マサイ族、それからマグロの一本釣り、マグロの切り身、マグロのワンピース、マグロのワンピースって何？はい、それから、なんだなんだ、プキキキ、プキキキって何？サンジ、戦う、あ、何？すいません、なんかですね、いきなりアニハシムニがハングサラン、ハングサラミムニだって来てますね。おー、マリモテヨー、ねえ、チョンヌン、アイザーマイミラザムニだ、チョンヌンサムニだ、はい、人を好物とか言うなとか言ってね、韓国来ちゃったねとか言ってね、アニハシヨーって来てますね。ちょっと韓国人来たよー、ねえ、ちょっとイルモサラミエヨー、はい、国際俳優人とか言って、ね、バンスって言ってますけれどもね、はい、マシッソよマシッソって何が美味しいんだよ。はい、ということでですね、はい、ちょっとなんかみんな韓国話題で盛り上がってるけどもね、トーミーさんしか点数取ってないけど、次行っちゃっていいですか。はい、じゃあ第2問目行っちゃいましょうか。はい、はい、じゃあカオルちゃんからの問題です。はい、高田のば、あ、自由空間、はい、自由空間さんのね、全国ですね、メニューが新しくなりました。おー、すごい新メニュー登場やね。こんなたくさん、はい、メニューがあるんですけど、おー、すごいいっぱいあるよね、ここね、美味しそうですね。はい、私の昨日の夜ご飯に食べた、夜ご飯で食べたものと同じものがこのメニューの中にあるんです。はい、そうなの？はい、ほうほうほう、ここで食べたわけじゃないんですけど、ここで食べたわけじゃないけどね、はい、手作りの方で、ね、はい、食べたやつ、それは何でしょう、何でしょうということで、この中に答えがあるわけですね。はい、探してください。この自由空間の美味しそうな食べ物の中に答えがあるということなので、昨日カオルちゃんの夕飯は何でしょう、回答タイムスタートです。はい、カオルちゃんも新メニューが似合うとか言って、どういう意味？草薙にメニューだとか言って、おめえ草薙じゃねえだろ、嘘つくんじゃねえよ。ユーリンお願いしますとか言って、マイミンって何？いや、マミを食ったの？え、そういうこと？ジャフルビビチでとか、餃子定食とか言って、マミの実家の味噌汁とか言って、バナナクレープ、味噌汁とおしんことご飯になれば炒めオムライスって来てますけれどもね、まあ、あのカオルさんが食べるものですからね、私じゃなくてね、はい、そこら辺を考慮してね、考えていただきたいと思いますけれどもね、草薙はしょむにかとか言ってるんだから、草薙関係ないでしょうよ。マグロのたたきとか言って、ハンバーグ、カルピスご飯って、カルピスご飯って言ってちょっと微妙ですよね。ちょっと微妙ですよね。カルピスにご飯はね、ちょっとね、それはね、あれですよ、昼食、ね、だからカオルちゃんが食べたやつだからね、私じゃないから。カオルちゃんにはクリーミーカレーうどんが似合う、本当？マンモスの肉とか言って、お子様ランチとか言って、バニラご飯、バニラご飯って何？ご飯の上にバニラ乗っけちゃうんでしょ、バニラアイス、うん、でもサピザの上にバニラ乗っけると美味しいよね。嘘、わかんないです。ゲテモノ来たよ。とんかつパフェ、フレンチポテトって乗せるものか、トマト焼きそばって絶対トマト出てくるよね。はい、アピーラキさん、たくあん。はい、それからワイワイさん、ピザの上にバニラ乗せたものとか。もう美味しいの、美味しいの、うなぎの肝焼き、キョコタン。だからさ、シンデさん、マイミンとかキョコタンとかさ、それ肝？はい、実は食べてないとか言って、そんな答えあるから。ユーリンとか言って、お前単なるあれだろ、みんなの推し名言ってんだろ、推し名を。ダチョウの卵とか言って、だからカオルちゃんが食べたんだよ。カオルちゃん、ダチョウの卵食べそうですか？はい、そろそろ締め切りますよ。薬草って、薬草って。DB キングさん、薬草に200ポイント。薬草ってお前。まさか
の全部とか言ってこれ全部は食べれないでしょうね。はい、ということでじゃあそろそろ締め切りますよ。はい、いいですか。恐竜が食べてるやつって来てるけども、じゃあいきます、せーの、3、2、1、はい、終了ということで、では、はい、正解をお願いします。正解はカレーです、はい、カレー、おーでしょ、クリーミーカレーってあったけどさ、クリーミーカレーは正解。あ、じゃあ100ポイントです。あ、100ポイント正解20ポイントじゃなかった。惜しかったから100ポイント。あ、惜しかったから100点ね、おかしいやろ正解20点で惜しかったら100点って、みんな惜しい狙ってくるわって、そういう、あ、そうか、そういうクイズ番組か。カレーうどんだった、クリーミーカレーうどんだった。あ、カレーじゃなかった。京子がなんか騒いでますクリーミーマミーとか言って、ね、ベジーズは関係ない。でもね、クリーミーマミー私が好きだから300ポイント斬新なクイズとか言って、惜しい狙いは難しいとか、キョコタとか言って、キョポコ出てこいとか言って、お疲れとか言って、だからお疲れじゃねえから、おばるボイさんお疲れが面白いから100ポイントはい、みんな何かありました、気になったの。あ、なんかゆりちゃんと同じ答え言ってたバイバイさんがいたよね。はい、なんかあのピザの上に何か乗せたやつとか言ってたけど、ああ、じゃあ100ポイント。はい、100ポイントはい、おめでとうございます。さきちゃん何かあった、なんかマグロの、マグロ、マグロ関係マグロ関係のネタ書いた人に何ポイントいきますか。じゃあ全員の方に100ポイント、はい、100ポイント、ね、マグロ関係ネタに100ポイントでございます。えりちゃんどうでした。どうでしょう、はい、なんかね、いっぱいありましたけれどもね、はい、さっき韓国語もちょっとびっくりです。そうですね、ありますよ、ね、はい、ということでアンパンマンの顔面とかに適当な100とか言ってますけどもね、はい、オムライスとかね、ハンバーグとかね、可愛いのもありますけどもね、はい、大丈夫ですかね、いいですか、いいですか、はい、ではですね、そろそろ、最終問題かな、あと2問ぐらいいけますかね、3問厳しいかな。じゃあエリちゃんからの問題で締めますかごめん2人とも、はい、ではですね、エリちゃんからの問題3問目いきたいと思います。エリちゃんからの問題、せーの、ででん、はい、お願いします。私の最近のマイブームは何でしょう。はい、はい、最近のエリちゃんのマイブームは何でしょうということで回答タイムスタートです。はい、なんだろう、ね、カオルちゃん卓球部とか言ってあ、今来たからね。加藤さんどうもこんばんは。はい、ということでね、これテニスです、ね、これテニスの、ね、はい、ウェアでございますけれども、3問いっちゃおうぜ、延長とか言ってもはや自由空間。ブログにもヒントあります。あ、ブログにもヒントがある。ブログにヒントあるってなんだっけ。くつきえりかちゃんの公式ブログ、はい、これで、はい、追っちゃったよこちらの方でですね、検索できます、はい、最近のですね、えりちゃんのマイブームは何かなということでね、はい、みんな答えてくれてますよ。マイミンいじめ赤すりベリーダンス、マグロたたき、マイミンいじりそれからエパイ投げ暗殺者、脇汗集めテニスラケットを持って水泳をするそれ意味あるそれから不幸の手紙を大量生産箱からティッシュをめっちゃ出すホテルマンさん、不幸の手紙を大量生産に100ポイントはい、ジョギング、朝一のセリーヌさんか、スクワット、鼻からうどんを通すイカのストリームが見えないとか、シャドーボクシングとか、逆立ちとか、アイン100連発誰にでもピタッとくっつくくっつきエリカだからね、くっつきエリカエビタマシさん誰にでもピタッとくっつくって書いたエビタマシさんに200ポイントおめでとうございます。はい、ネタフリとか言ってネタフリですか。最近のマイブームネタフリっておかしいんですネタフリって書いてくれたバイバイさんに300ポイントはい、キョコールとか言ってラーメン屋巡り牛乳一気飲みとかしてますけれどもね、えちょっとこの中に答えありそうですか、まあ、ないよねそりゃそうだわ、はい、逆立ちダイエットとか言って意外なことですか。意外ですかね。何に関することですか。美容に関することとかさ。食べ物です。あ、食べ物に関する、はい、食べ物に関することだって。穴掘り。全力で歯磨き。おおみたいな。エリちゃんが全力で歯磨きしてるとこちょっと見たくなる。全力で歯磨きに200ポイント。おめでとうございます。はい。
ぶりとか言ってマイミーを恐喝人参の皮むき、マサイ族料理、カレーを噛まずに飲む、問題がわからん問題わかんねえのかよあ、でもなんとか料理ですよ、なんとか料理、あ、なんとか料理、はい、あ、なんとか料理だってよ、はい、女の子らしいじゃないですか。じゃあそろそろ締め切っちゃいます、はい、せーの、3、2、1、はい、終了ということで、では正解の方お願いします。はい、私のマイブームは沖縄料理です、はい、おお、沖縄料理作りを食べるだけです。あ、食べるだけ作るんじゃないのかい。沖縄料理でキラーアピールじゃなくて、え、なんか大好きですか。好きなんで、最近すごい好きで、なんかそのいろんなお店をなんか巡るみたいな。でも沖縄料理美味しいですからね。ゴーヤとかね、肌にもいいしね、美味しいですよね、はい、ゴーヤ好きですか。大好きで、今ちょっとなんかうんって詰まったけど、本当好きじゃないじゃないのそんなことない大丈夫、はい、サーターアンダギーも好き。あ、好きです。あ、よかったです、はい、青森、沖縄には行くんですかって言ってますけど、あ、たまに行きますたまにね、沖縄にも行く、はい、え、行くの、行くのって言っちゃった。いいな、私も沖縄行ってみたいんですよね、うん、誰か連れてって、はい、はい、さーいとか言って、マイミーはサーターアンダギーとか言って、豚の耳とか、はい、食べる専門家とか言ってねえ、はい、チャンプルーとか言って言ってますけれどもね、なんで横回転でもいいですって、もう横回転の話はいいや。はい、ということでですね、では皆様ですね、面白かったのをですね、点数つけていきたいと思いますので、ではよろしいですか。はい、では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 、いきますよ。はい、ポテトフライ、冷蔵庫の、あ、これか、あ、これ違う、香織ちゃんの食べてたものだった、はい、トマト料理、それからいや、ポテトフライ、ポケモンフーズ、アニハセヨだから、アニハセヨ関係ねえから暗殺、脇汗集め、パイ投げ、マニキリ、マグロたたき、ベリーダンス、それから、マイミンを恐喝、人参の皮むき、中華料理、家庭料理、おろしにんにく、握力でリンゴ潰し結構みんな激しいの書いてありますけど、なんかありました。なんか最初の方にやった、はい、ティッシュを永遠と出すっていうティッシュを永遠と出すに何ポイントそれにじゃあ100ペソ、はい、100ペソはい、おめでとうございます。はい、さきちゃん何かありました。はい、なんかさっきの、はい、マイミンの恐喝マイミンの恐喝マイミンに恐喝だよね。はい、マイミンに恐喝で何ポイント。200ポイント200ポイントです。はい、じゃあそれにちなんで、マイミンいじめ、マイミンいじりを書いてくださったお二人にもですね、じゃあ200ポイントを差し上げたいと思います。かおりちゃん何かありました。早朝のセリに、あ、早朝のセリに、はい、セリに何ポイント。200ポイント。200ポイントです。ということでねえ、はい、どうでしょうか。他には、はい、100ペソとか言って、埼玉産ゴーヤが98円だったとか言ってますけどね。はい、ゴーヤでチャンバラとか言ってますね。足出発するから用意してとか言って、はい、ペソに200点とか言ってペソ200点、おめでとうございます。はい、ということでね、みんなあれですよ、このまま有利に点数を上げると有利側のあの答えをね、考えることになりますからね、有利に言ってほしいセリフを言ってもらうみたいになってきますからね、皆さん大丈夫ですか。はい、ということでね、はい、ではそろそろ、採点ね、行きたいと思いますので、皆様ですね、点数をね、採点して、一番ね、ナンバーワンを決めたいと思いますので、点数を書き込んでほしいと思います。我こそは一番だなと思った方はですね、ぜひぜひ、セリフも考えていただきたいと思います。今日人数が多いので、ワンフレーズで、ね、サクッと言えるのでお願いします。一言息継ぎしないで言えるやつがいいですということでお願いいたします。じゃあその間に告知をいいですか。はい、お願いします。私今発売中のプレイボーイという雑誌、おー、この AKB のトップ3の、はい、方たちが表紙を飾っているこの雑誌の中に、はいはい、私ちょっとこの日すごプレイボーイになんとかおりちゃん出ちゃってますよ、皆さん。スクール水着の朝がすごいわ、なんかアイドルみたいなことですごいいじられちゃってるので、はい、ぜひぜひぜひチェックしていただきたいと思います。プレイボーイですよ、はい、ということです。すごい、はいと言ってますけれども、すごいすごいってみんな来てますね。はい、ね、ではここで、200点、400枚目、あれこれもしかしてアンパン好きじゃねえよさん優勝、まさかの
まさかの優勝？まさかのまさかの優勝ですか？はい。おお、じゃあいいですか？これで締めちゃっていいですか？400以上いないですか？よろしいですか？久々200点、300万円ポイントときてますので、じゃあ優勝者はアンパンスキジャニオさんです。おめでとう。ではですね、アンパンスキジャニオさん、私たちに言ってほしいセリフを一言ね、息継ぎしないで言えるものをですね、今すぐ考えて打ち込んでください。はい、3秒でお願いします。まさかとか言うなとか言って、マグロさんや連続放送とか言ってますけれども、ではその間にちょっと私も一つだけ、先ほど言ったんですけれども、今週の土曜日ですね、エリちゃんのね、撮影会も麻布十番で行われるんですけれども、私も麻布十番でですね、なんとですね、AZ の本日も営業中という番組の総選挙に出馬しております。はい、現在ですね、中間は2位通過になってるんですけれども、強敵なですね、美しい母音だったりいろんな方がですね、いらっしゃいますので、あいさまもですね、気合い入れていきたいと思います。そこの現場に直接来ていただくとですね、ポイント2倍になるそうなので、皆様当日ですね、そちらの方にぜひ来ていただきたいと思います。いろんな人がね、今追い上げておりますので、皆様投票をね、まだしてない方は投票してくださいね。それからあと詳しくは、ブログのマイペースから見ていただきたいと思います。ではでは、何時からって言ってます。あ、何時から、ですね、まずの詳細は後で、はい、週末じゃなくてアザブとはとか言ってね、はい、早口の前にも可愛いとか言って、やっと帰ってこれたとか言ってね、ワイワイさんとかね、ホテルワンさんとかね、ぐらいなんですよね、唯一私を褒めてくれる人はい、なんですけれどもね、はい、じゃあ、シルソルじゃなくて誰だっけ、アンパン好きじゃねえよさんですね、大丈夫ですか、そろそろ、はい、前になる優勝でしょうって、みんなの力でね、その投票って内山でもできるんですか？できます、皆様にもぜひ来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。みんな様にもぜひ、皆様の現場に来ていただいて、はい、前見をして現場に来ていただいて、今なんかすごいなりをしてる、前見をして現場に来ていただいて、はい、ということで、ね、一応褒めてるじゃんとか言って、ユーリンって来てますけどね、メンオルンチョンク分はお名前ですかとか言ってね、言ってますけれども、はい、ユーリン、ユーリン、ユーリン、ね、ひろひこさんはね、ユーリン推しですからね、激しくユーリンですけれども、おーとか言ってますけどね、はい、どうですか、皆さん、まだアンパン好きなのさん、コメント書いてないよね、え、来た、はい、そうそう、下から3番目、どれどれ、あ、これか、マグロ3夜連続自由空間も見てね、可愛く、じゃあですね、私、エリちゃん、カールちゃん、どうしようかな、じゃあこう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 で最後カオルちゃんで締めたいと思いますので、はい、皆様今セリフ暗記してください。マグロさんや連続自由空間も見てねを可愛く言うことですね。はい、いいですか、皆さん、皆さんらしく言っていただきたいと思います。はい、じゃあ私からいきます。はい、さあ3、2、1のカウントダウンお願いします、はい、せーの、3、2、1、マグロさんや連続自由空間、来週も見てね。はい、かわいい、拍手させた。はい、続きまして、はい、エリちゃんお願いします。はい、はい、3、2、1、はい、マグロ3夜連続自由空間も見てね。はい、ありがとうございます。ね、このね、こう一生懸命読んでる姿がまたたまらんですね。はい、じゃあゆりちゃん適当にお願いします。ちゃんとやる。はい、じゃあいきます、せーの、3、2、1、自由空間も見てね。ありがとうございました。じゃあ、皆さんちょっと今ちょっと事故が起きたので、次でね、はい、綺麗な感じの映像で、ね、流したいと思いますよ。はい、じゃあ綺麗な映像まで3、2、1、はい、マグロ3夜連続自由空間も見てね。はい、ありがとうございます。キャラミミ、はい、そしてですね、プレイボーイにも乗ってらっしゃるですね、うちのアシスタントかおる姫で締めたいと思います。3、2、1、はい、マグロ、パン屋連続、自由空間も見てね。はい、ということでありがとうございます。かわいい、はい、毎週水曜日9時から10時生放送で行っております、もっともっと自由空間、本日はこんなにぎやかな感じでお送りいたしました。来週もまた見てね。